はいどうもコミです。さて本日はバーエレンさんに来ております。こちらですねつむぎ組さんの、ファミリークランですので、今日タウンホール13アタックを見ていこうというふうに思います。プラン対戦リンからですね。でね今日見たいのは、ね、タウンホール13のライドラーなんですけども、これね格上、まあ、要するにタウンホール14であろうと圧倒するすげえライドラーがね、何本か出てるんですね。で、まあ、当然、完走はきついんだけど、そうでなかったら、こちらもヒーローレベル低いのに結構いい感じに取れちゃうみたいな。まあ、そういうライドラーをね、今日3本見ながら、まあ、どの辺がそのコツなのかっていうところに、こうね、フォーカス当ててお話をしていこうというふうに思います。でですね、まず最初はこれですね。まあ、どんな村でもっていうわけでは当然ないんですよ。ライドラーを刺しやすい村っていうのは、まあ、こんな感じで、施設が密集している村ですね。これタウンホール13のまだロイちゃんレベル9っていうね、序盤の、アカウントだと思うんですけども、ライドラーはレベル4ですね。結構高いで、序盤ちゃんとライドラーでカットをしてあげて、でカットし終わったこの面から一気に主力部隊を突っ込ましていくっていう、まあ、こういう感じですね。で今回はバーバリアンキングとクイーンをこちら側からこう歩かしてます。で、この攻め方をする場合のポイントの一つは、まず大量のバルーンで罠を回避しながら防衛を壊していく。そのためにはレイジを乗っけるってことですね。序盤にこうバルーンをね、罠確認だけの、その序盤の罠確認、外周部分の罠確認だけのつもりでこう出す方もいるんですけども、じゃなくって、レイジに乗っけてこう奥の方までこうね届けていくことによって防衛も壊すし罠も確認すると、投無中にね一気にこう罠を振ってくれて全部このホーミングとかを解除してくれます。で後ろから来たライドラに対しては、もう残った呪文ってあんまないんですけども、まあレイジ一発ぐらいですかね、せいぜいぶつけるとしたら。それをぶつけていって、コツとしては今これキングとクイーンってここにいるんですよね。ここになので、この部分は壊せるんですよ、キングとクイーンで。だからここ壊すってことなんですね。この部分ってキングとクイーンだと手が届かないじゃないですか。そこをきっちりとライドラで潰していくことができれば、外周部分に関してはあともうキングが歩いていてくれるんで、まあ、そんなに、ヒーローに任せれば大丈夫っていうことになりますね。でこの攻め方をする場合の突撃艦の投げ方が結構難しいんですけども、これもね参考になると思います。このアタック結構ですね、ギガインフェルノってタウンホール14になるとポイズン効果を発揮するんですよね。要するに壊れてから呪文のポイズンみたいなのがボク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 ってこう出てくるんですよ。タウンホール13の方はあんまりまだ馴染みないかもしれないですけど、それがライドラに入っちゃうと、もうあっという間にライドラ起こっちゃうので、そうならないようにタイミングを見る。ライドラがある程度こうとバルーンがねある程度こう罠を解除してくれたかなっていうところらへんで、突撃艦をこう出していくという感じですね。で中心部分にライドラがこうねあんまり入らなくても別にいいんですね。まあ、当然入ってた方がいいんですけど、今回のこの回廊の場合って全部ここに集めちゃうと、こういう風にここで全ライドラがみんな焼かれちゃうので、ある程度こうばらけるのがむしろよくって、回避ができるようにね、無理やりサイドカットをしない方がいいですね。この誘導って、いや、難しいこと言うなよって話だと思うんですけど、何もしなければ勝手に散らばるんで、こういう回廊系の陣っていうのはね、何かというと、ここに防衛がないからです。こういうとこないから。ないから、自然とライドラがこういう風に散っちゃうんですね。なので、そこを逆に逆手にとって、なんていうのかな、村全体まず見ましょうかね。で今回の、正一さんの攻めを見ると、こちら側がどちらかというとライドラの主力ですよね。ライドラ主力。で、こっち側はヒーローが主力。ライドラ。こんな感じですね。になってるんですね。で、真ん中のところについては突撃艦を割っていくという感じで、まあ、多少こっちにこうね、ライドラが流れる部分もあるんだけども、まあ、そっちはなんていうのかな、ヒーローが届かない、ここの部分を壊してくれっていう感じですね。右側の方に流れたライドラはこの部分をがっつり壊してほしいんで、これが当然主力になってくるというところですね。で、エアスイーパー、これね1個ここにありますけども、まあ、こいつねやっぱりフリーズで固めてあげた方がいいですね。ライドラってスピードが遅いので、バルーンとかでこうね、レイジバルーンで落としきれちゃえばいいんですけども、それはケースバイケース、エアスイがあった場合にはなるべく、フリーズで固めてほしいっていうのと、あと今回のこのエアスイーパーって、対空投石とこうセットになってますよね。こういうのね、すごく美味しいんですね。ライドラすごくしやすいです。1個のフリーズで、なんていうのかな、ノックバック効果を止めながら、かつ火力も止めることができちゃうんで、めちゃ美味しい。
まあ、そういうなんていうのかな、施設が密集していながらかつフリーズを落とすポイントが美味しいような配置っていうのは、こういうライドラでガツンと攻めていくと、タウンホール13から14相手にする場合でも前回まで伸びちゃうよという話ですね。これすごい参考になるアタックがねまだまだ続きますので、もう2本もぜひね見てほしいというふうに思うんですけども、やってみないとね結構わかんないんですけど、今のようなそのなんていうのかな、密集している配置に対しては何度かやっぱ自分で試してみるといいですね。で、形は基本的にライドラってある程度ワンパターンのそのパターンさえ覚えてしまえば使いこなせるようになるっていう面もあるので、そこはねぜひ諦めずにやってみてもらうといいのかなというふうに思うんですけども、特にライドラをね、今やろうとしている方はこの配置もそうですね。ここをね、タンホール13対13の、カンスト同士の、ぶつかり合い、カンストではないな、大砲とかちょっとちょっとレベル低いですけども、ここが何で密集してるんですよ。ここにライドラ出して、バルーン出して、トームかけて、レイジボンボンですね。こんな感じ。レイジにね、ちょっとこのバルーン乗らなかったんで、ちょっと進行遅れてます。この辺の罠を回収できてないんですけども、でも初手、トームプラス、ライドラのチェーンで、あっという間にこの辺、さらしになりましたよね。こんな感じで、密集してるところに関してはもう一気にチェーンぶっ刺していくという感じですね。で、こういうサザンクロス的な、なんていうのかな、こういう壁に贅沢にね、こう壁に囲まれているインフェルノとかってすごく落としにくいんですけど、どっちかね、ライドラがこう行ってくれれば、あとはロイちゃんがねタイムホール10段だといるじゃないですか。こういうサザンクロス系の配置を攻める場合にはロイヤルチャンピオンをこういうね孤立している壁の中なかなかユニットがターゲットを取りにくい防衛に当てていく形を作っていくと結構いいですね。で、今回もさっきと同じですね、ここの壁の中のここまでっていうのを全部ライドラがこう処理してくれたんで、あとは外周にいるキングとクイーンがぐるーんと回ることができると、回っていくついでにもう防衛を学校ね、なぎ倒していってくれちゃうというところですね。これ強い。タンホール14だとヒーローペットっていうのがいて、ユニコーンがね、回復をしてくれる、ヒーローを永遠に回復するユニットなので、こいつをクイーンにつけることによってガンガンクイーンが外周削ってくれるんですけど、タンホール13においても基本的な考え方は同じですね。もともとライドラッシュってタンホール13で結構流行っていた攻めなので、そこに関して、この形っていうのは13でも14でもそんなに変わんないのかなというふうに思います。で、もう一回これちょっと見ておきたいんですけども、さっきヒーローの使い方が大事っていうふうに言いましたが、これね、防衛軍を釣るところにヒーローがこう入ってきてくれちゃったら困るんですよね。これも当然初見なんで、中にラバーハウンド入ってる、アイスゴーレム入ってるっていう可能性もあるわけじゃないですか。なのでなるべくこの防衛軍の範囲、ここにヒーローを入れたくないんですね。だから今の攻めって見てほしいんですけど、まだキングクイーン出てきてないんですよ。最後までキングクイーンで、取っていく、最後までキングクイーンを生かして、押し切っていくっていうパターンを考えるんであれば、序盤にキングクイーンが変にこの中心部分に入っちゃってね、相手のキングとぶつかっちゃうとかクイーンとぶつかっちゃうとかなってダメージ受けるの良くないので、今ここでクイーン出てきましたよね。これまずクイーンが出てきて、ある程度施設をカットしてから、この黒壺のターゲットをきっちり取るためにババキン遅れて出すっていうね、こういう使い方、ほらこれですよね。この辺ババキン序盤に出しちゃうと、クロスの竹とかどんどん取っちゃって、余計なダメージを食らっちゃうんですよね。なのでクイーンだけで耐えれるところはクイーンで耐えさせて、若干ダメージこうクイーンもね受けてるけど、そんな致命傷じゃないじゃないですか。大したことはないので、そのくらいのダメージで済むところに関してはクイーンを先に当てて、ババキンを少しあえて温存することによって、その後来る高火力帯でババキンがやられないように体力管理するというところですね。いやー、ライドラやりたくなるな、マジで見てると。すんげーよね、この密集陣にチェーンの刺さる爽快さ。タンホール13のこの世界選手権でライドラってあんま見ないので、ちょっと今ね14の環境ではライドラよりはドラゴンライダーとか、そっちのね、ハイドラっていうのかな、これが流行っているし、使いやすくなっているっていうところはあると思うんですけども、密集時を見つけてワンチャンタウンホール格上でも狙っていこうと思った場合には、爆発力のあるライドラっていうのはすごく使い勝手のいいユニットになるんじゃないかなというふうにも思いますね。ぜひこういったリーグ戦で上を攻めなきゃいけない、でもすごい密集してて、なんかこの配置甘そうだなみたいな場合には試してみてもらえたらというふうに思います。
はい、ではラスト1本いってみましょう。タウンホール13からこれも14へのアタックになりますが、これですね、こんな感じ、壁が全くない配置、こういうの意外にね攻めにくかったりするんですよ。ユニットが散らばっちゃうんでね。でそういう時こそ使いたいのが空ユニットなんですね。壁を無視してくれるんで、もともと壁がそこにあろうがなかろうがあんま関係ないんですよね。はい、関係ないんで、うん、こういう感じでね、なんかちょっとユニットの制御しにくいなっていう配置に対しては、空ユニット、かつ今回で言ってもやっぱりこれ密集してますよね。チェーンがゴリゴリ入るんで、ライドラの前に軽くバルーン出して罠チェック、ライドラ本体出してから後ろからバルーンレイジ当ててトームですね。突撃艦をこれね早く当てているのは、ライドラがもうすぐにタウンホールの方に来ちゃうからです。でこのタウンホールのポイズン効果、ここですよね。タウンホール14ってポイズンのダメージがでかいんですよ。これね、これこの今これあのタウンホールの爆破ポイズンなんですよね。ここにライドラが入ってほしくないので、あのなるべく早めに突撃艦出して、ポイズンを出してくるこのタウンホールを早く壊そうという意図がありましたね。で、相手のこのタウンホールのレベル5です、マックスですね。かつ投石機イーグル砲とかも、まあ、そこそこいいレベル、あのマックスではないですね、イーグル砲はね、なっているっていう、まあ、タウンホール13の火力カウントよりはちょっと火力高いかなっていう感じの村ですけども、こんな風にヒーローレベルまだね、ロイヤルチャンピオンも9だし、グランドウォーデン45、アチャクイバワキもカウントしてませんという状態なんですけども、これでタウンホール13よりは多分火力が高いであろうこの防衛をなぎ倒していけちゃうわけですね。ラストロイヤルチャンピオンだけですけども、それで押し切っていくという感じです。いやー、爽快感ありますね。あのこのライトニングドラゴンのチェーンって、今更ですけど、この1枠空いてるぐらいの1枠空いてる距離だったら届くんですよ。こうガーンって入るんですね。だけどこう2枠空いてる場合には、こっからここにはこう入んないですね。当然まあこっちは入るんだけども、まあ、こんな風になってるので、あの壁を通して1枠でもいいんですよ。壁を通して密接してるとか、こんな風にね、この配置とこの配置みたいにこういう風に密接してるとか、まあ、ないしはもう完全にこう横並びとかね、こう横並びになってるとか、まあ、壁はないけどこう1個ね、1マス空いてる、これとこのこんな感じの配置、こういう感じの、密集度合いが、結構ある配置を見つけた場合にはね、ぜひこのライドララッシュ試してみてもらえたらというふうに思います。やっぱコツは何にて、ヒーローを、きちんと最後まで回し切るっていうところですね。序盤でヒーローが落ちないように気をつけるというところを きっちりやりながら、攻めていけばいいかなと。でどうやればヒーロー落ちないのって言ったのは途中で言いましたけども、ヒーローたちが手が届かないところから撃たれちゃうってことさえ、なくしてあげる。ライドラで壁の中を破壊して、壁の外側をヒーローがぐるっと歩いていけるような形を作っていくと結構強いっていうところですね。それができるようなサイドカットを序盤していくだとか、ロイヤルチャンピオンの使い場所ですね、アナチャクイキングが届かない壁の中が残っちゃったらそこに当てていくとかね、いうような形で使っていくと全体のバランスが取れてきて攻めの形が、仕上がるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひ試してみてもらえたらというふうに思います。はい、ということでですね、本日はタウンホール13のライドララッシュ話をさせていただきました。いかがでしょうか。こんな形でですね、私のチャンネル、クルアン対戦の解説の動画、タウンホール12から14まで幅広く扱っております。今日はね13オンリーでやってきましたけども、12、14もやっておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日この辺で、終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。